11月26日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100食のストレティジーをお届けします。アメリカ、 マサチューセッツ工科大学、年収3000万円まで学費免除、優秀な学生確保へ。マサチューセッツ工科大学 MIT は20日、年収20万ドル、およそ3100万円以下の世帯出身の学生を対象に、2025年秋から学費を免除すると発表しました。学費の高騰が続く中、 中低所得の家庭の子供でも有名大学への進学の道が広がることになります。寄付金の運用などで大学の収入が確保されていることがこうした施策を可能にしている面もあります。ローソン、全社員が生成 AI 活用、アイデアの壁打ちや会議の要約。ローソンは本社の全社員4000人が 業務で生成 AI を利用できるようにしました。商品開発のアイデア創出や会議の要約、メール文章の作成などに使います。生成 AI を活用する場合、その業務時間は従来と比べて半減する見通しです。転職サイト、19社連携、求人、選考を一括管理、パーソル系、 パーソルホールディングス参加のパーソルイノベーションは、転職活動の面接日程を一括管理するサービスを始めました。運営会社の違う複数の転職サイトと連携し、求人情報や選考状況を見える化します。採用手法の多様化で転職サービスが広がる中、効率よく準備を進められるようにするなど、求職者の負担を減らし、 転職活動を後押しします。ファミマ、プラ製カトラリー有料化で提供本数8割減。ファミリーマートでは、店で提供するプラスチック製スプーンやストローの有料化によって、提供本数が1店舗あたり、従来から78%減ったと発表しました。一部商品で売上高が減少する影響があったため、 現時点では対応点を増やさず、すでに有料化している店舗に限って取り組みを継続します。味の素、子供食堂に支援のは、全国70地域で運営費を生む。味の素が各地の飲食店などと組み、子供に無料や低価格で食事を提供する子供食堂を下支えしています。廃棄される可能性のある食品を、 地元事業者に無償で提供し、収益を子ども食堂の運営費に回す新規事業、アジパンダ食堂を広げます。全国の子ども食堂は5年前の4倍に増えましたが、物価高で運営は厳しい状態です。住民も交えて資金を捻出し、持続性を高めます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。 日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は予定利率。こちらチェックしておきましょう。予定利率とは生命保険会社などが個人や企業に対して約束する運用利回りのことです。保険会社は契約者から受け取った保険料をどの程度の利回りで運用できるか予測して保険料を決めています。 予定利率が変わっても保険金の額は変わらないため生命保険が予定利率を引き上げると契約者が払う保険料が下がります。以上が今日知っておきたい用語保険利率の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営100社100食のスルデジーのコーナーです。 十人トイ色と私の名前の百という漢字をかけて百社百色。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのは天狗大ホール、昼も夜も集客できるお店へです。天アライド株式会社が食堂と居酒屋を融合した業態、天狗大ホールを拡大します。 その戦略に迫ります。天狗大ホールは新型コロナウイルス下で居酒屋が苦戦していた天アライドが始めた新業態です。3年半で一気に35点にまで増やしました。こだわりはエンタメ性です。筒を外すとソースなどが溢れ出す洪水ティラミスなど視覚的に楽しめる商品を開発しました。 さらに食堂メニューを充実させていることも特徴です。焼き飯やナポリタン、オムライスなど、一見定番ですが、ボリュームがあり、見た目のインパクトが強いメニューを提供しています。例えば、プリプリエビ焼き飯は、プラス440円で、エビ増し増しにすると、焼き飯が隠れるほどエビが大量に乗ります。 テンアライドはもともと天狗酒場などを運営しており、宴会や中高年男性の利用が多くありました。しかし、コロナ禍で宴会が激減する中で、食堂のようなボリュームのある商品や体験型メニューを揃えた業態を出展することになりました。この食堂メニューは若者の集客にもつながっています。 若者の行動を研究する渋谷109ラボによると、20から24歳の若者の中で、飲みに行こうと誘うよりも、ご飯に行こうと誘うことが多いとする人が7割おり、実際に天狗大ホールに来店する人の2割から3割は、お酒を頼まず、ご飯を目的に来店するそうです。また、地域によってメニュー構成を変えており、 郊外店では、ランチの時間帯の定食メニューを増やすことで、シニア層の来店にもつなげています。また、子供向けのメニューも用意し、ファミリー層の需要の獲得も目指します。本日の百社百食のストラテジーでは、天狗大ホール、昼も夜も集客できるお店を取り上げました。食堂と居酒屋のハイブリッドの業態にすることで、 様々な客層を取り込むことに成功しています。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。先週末は大学の学祭ラッシュでした。東京大学の駒場祭や、慶応義塾大学の三田祭、東京外国語大学の外語祭などです。私は卒業論文に向けた実験で忙しく、合間を縫って少しだけ顔を出してきました。 今年訪れたのは、外語祭です。東京外国語大学には初めて行きましたが、様々な言語の学科があり、それぞれの学科が各国の料理の屋台を出展していて面白かったです。私は、モンゴルとフィリピンとロシア、ウクライナの料理を食べました。モンゴルは、ホーショールとショルログという料理がありました。 ショルログはスパイスの効いた焼き鳥のようで、ホウショールは大きな揚げ餃子のようなものでしたが、どちらも美味しかったです。私が気に入ったのはフィリピンのトゥロンです。バナナを春巻きの皮で巻いて揚げたものなのですが、加熱されたバナナが甘さが増していて、とろけるようで美味しかったです。大学生活では最後の学園祭でしたが、 私は入学した年がコロナで制限の多いところから始まったので、賑わう様子を見て感慨深い気持ちになりました。残りの学生生活も楽しみたいです。さて、先週もコメントありがとうございました。今週も気になったニュースなどコメントお待ちしております。お伝えしたニュースの詳細は日経電子版でご確認ください。 また、ヤング日経のツイッター X では、次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選して投稿していますので、ぜひご覧ください。今日もお聴きいただき、ありがとうございました。明日水曜日は、もちづきさんこと、マセともえさんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は、河野桃音がお届けいたしました。 それでは元気にいってらっしゃい。